人気をしっかりと従前に全うをし、さらに日本をリードする未来の愛知の発展にも責任を担っていきたいと考えております今後とも県議会および県民の皆様とともに、日本一元気な愛知の実現に向けて、全力で取り組んでまいりたいと考えております今朝の県議会本会議で、来年の知事選挙に4選を目指し、立候補する意向を表明した大村秀明知事。 11月にオープンするジブリパークやスタートアップ企業の支援拠点となるステーション AI の整備など大型プロジェクトをさらに推進していきたい考えで未来の愛知の発展に責任を担いたいと話しました県議会では自民党や旧民主系の新生愛知公明党が支援に回ると見られ各会派相乗りの構図となる見通し

当初は減税や中京都構想を共同公約にともに規制政党との対決姿勢を打ち出しましたが次第に距離が広がり2019年の愛知・トリエンナーレをめぐる対応をきっかけに対立は決定的に <laughs> 去年の名古屋市長選では自民党市議団が擁立した河村市長の対立候補を大村知事が支援しました。 まあいい人があったら本当に立ててですねこれ。河村首相は今日日本維新の会と連携の上減税日本として知事選に候補者を擁立することも視野に入れると明言しました知事選にはこのほか前の春日井市議で新人の末永圭さんも出馬を表明しています